今度はサウスポーで、えー、若干横から投げる子ですですから左の特徴がよく出るピッチャーなんですけれども普通のバッティングホームの場合彼の場合こうなんですけれども左で横から出てくる場合はやはりまた微調整はい、ちょっと極端にしてますけど、えー、まあ、そういった形で待つ方が自然になりますまたインコース外に流れるボールと内に食い込むボールという いいピッチャーはそれを使い分けますから、えーまあ、どっちを狙うかなんですけど外に行く場合はやはり、えー、踏み込まないとなかなか届きにくいので右のスライダーを打つような感覚になります内側に来るボールの場合はやはり若干、えー、余裕を持たすためにちょっと後ろに下がる後ろ後方に、はい、でこれも微調整すべきだと思います、狙う場合はただし外に、えー、投げられる可能性があるので やはり勝負球できて打つ場合は若干位置を下げた方が効果的だと思います。